SS-101 第101重戦車大隊は、武装新鋭隊の SS-1 第一装甲師団に、配属された重戦車大隊である。主にティガー I 重戦車を装備していた。ノルマンディ上陸作戦直後のビレル・ボカーチュの戦いにおいて、第2中隊長、ミハエル・ビットマンの活躍により、連合軍戦車を圧倒した。1943年7月19日の命令で、 SS 第一装甲軍団のための重戦車大隊が編成された。7月10日の連合軍のシチリア登場陸に伴い、8月、SS 第一装甲敵団兵士団ルザが東部戦線からイタリアへ送られ、SS 第一装甲軍団 SS 重戦車大隊が配属された。イタリア降伏後、10月までルザと共にイタリアに留まった。その後、 東部戦線に移動し、SS 第1 1 0戦車大隊と解消した。東部戦線でも、ルザと共に戦い、1944年4月4日に、西部への帰還命令が下った。1944年6月6日の連合軍のノルマンディ上陸後、6月12日、第1 1 0戦車大隊の戦法が、ノルマンディの前線に到着し、6月末まで戦った。 特に、ビレル・ボカージュの戦いでは、大きな戦果を挙げた。7月、ティーガー2への再装備のため戦線から引き抜かれたが、8月の撤退戦で、すべてのティーガー愛を失った。1944年9月9日、残存部隊が、連兵上での急速とティーガー2への再装備を命じられた。ありがとうございます。